これ緑で染めてディスパッチャーでアサルトパックでやるだけでキルしなくてもポイント稼げる。はい、こんにちは、グリードです。前回ね、このスパイカメラの動画を上げたと思うんですが、そのスパイカメラね、敵をスキャンするだけでポイントが貯まると。そしてこの緑のパークを全て揃えることによってゲットできるスペシャルパークですね、ストラテジストによってポイントがより多く獲得できると。さらにこのディスパッチャーによって UAV だったりキル系以外のスコアストリークのスコアコストが減少すると、ね、出しやすくなるってことですね。つまりはスパイカメラで敵をスキャンしまくってポイント稼ぎつつ、アサルトパックで味方に弾薬配ってより貢献して、ポイントをガッポガッポ稼ぐっていうハサブですね。これ面白そうだからパクらせていただきます。ありがとうございます。スコアストリークもさ、全部 UAV 系にしちゃおう。 UAV、 カウンター UAV、 ハープでいいか。いないね。はいね、今のこれで50、65ポイント。ちなみに、このパークをつけてない状態の1人のスキャンのポイントが15ポイントね。普通15ポイントが50ポイントになってると。つまり2人スキャンしたら1キルなんですよ、これ。ポイントが、スコアストリークのポイントが。はい、2人スキャン、これで、はい、キルして235ポイントゲット。はい、 UAV とあれも出てる、これ。 OK で、アサルトパック溜まったから、アサルトパックこれ味方に拾ってもらえればさらにポイント入るから、よいしょ。 OK で、 UAV とカウンター UAV 呼ぶじゃないですか。この UAV 呼んでる状態で味方がキルするとポイント入るから、ほら、190ポイント。はい、スキャン、はい、140ポイント。もうキルしないでハープ呼んでやるか、これ。はい、80ポイント。スキャン、はい、ハープゲット。おい、全然キルしてないのにハープ出たぞ、おい。これメタですね。これあかんですね、一番。これ一番あかんかもしれないな、マジで。これ動画にしていいんかな。はい、スキャン。これ視聴者さんにね、コメントで教えてもらったんやけどね。これはすごいわ。これすごいわ。はい、50ポイント。OK。フラグ入れて。よいしょ。これアウトですね。じゃあもう一回いきますよ。パークでフィールドアップグレードの、溜まる時間めっちゃ短くなってるから、右下見といて、みんな。マジで早いから。ナイス。これ右奥脇だね、多分。はい。あ、スキャンできなかったのか。こっちじゃない。真下もいるけど、そこいるね。二人スキャン。はい、これで200ポイント。これ右から来るでしょ。スキャン。スキャン。これで200ポイント。1キル分。はい。UAV? あ、UAV? UAV 呼んでるよ。味方がこれでキルすればポイント入る。あ、今、3人入ったから150ポイント。1.5 キル分ですね、今のでね。はい。で、これ弾溜まったから、みんなにこれ弾薬使ってもらって、僕はさらにポイントをもらうと。はいはいはい。もうハープ溜まるぞ、これ。うわ、ナイフ来た。なんやねん。ちょっと、ナイフ来た。おい、ふざけんなよ。ハープ出るとこやったのに。マジ、高級取りカメラマンや、戦場カメラマン。一気に給料上がったぜ、これで。転職してよかったね、俺は。はい、スキャン。UAV? あ、UAV 呼んだから、追加でもらうぞ、ポイント。これで COD 初心者も安心。これ究極の初心者救済システムやと思うよ、これ。スキャン。スキャン。稼いでいくよ。はい、UAV。あった？向こう脇になってる。UAV？ どんどん稼いでよ。手前いたけどな。OK。スキャン。OK。はい、ハープ出たよ。2個目ハープだよ。はい、ハープ。ハープいってらっしゃい。はい、スキャン。おい。
オーケー。何キル？ 13 キルか今。ハックワンチャンあるかな。戦いは非常だよ。だからいっぱい4人ぐらい移れば2キル分なんで、これ150ポイントでしょ？ 3 人移ったから。これでもう1キルしたようなもんですよ。1回。はい。上ずっといるね。はい、3人いた。はいはい。これ150ポイントもらって、帰ろ。もうあとちょっとでもう UAV とカウンター UAV 出るからね、これでね。弾薬出して、味方に弾薬拾ってもらって、こんなことをする人がたくさんいれば弱体化されるだろうけど、そんなにたくさん増えないと思うんだよな。こんなこそいことをやるようなやつがいっぱいいるのかどうかだよね、世界中に。圧倒的じゃないか。抜けてったもう。敵じゃない、危ない、死んでる。ペペ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 ペ、はいはいはい、指反対、指重ねて。よし、あとハープ出るぞ、ハープ出るぞ、おっせー、ハープ出すの。はい、ハープ出た、ハープ出た。弾がないな、でも。はい、オッケーオッケーオッケー、ハープ出てるよ。遅い、ハープ出すのが遅すぎる。弾がない、弾がない、一生弾がない。オッケー、一発あるけど一旦移動したいな。あー長いよ長いよ。スティッキーグレネード、はいはいはい。まだハープ出てる。ハープ長ないか。ハープめちゃくちゃ長いやん。おいしょ、ビス間違えた。こっちじゃねえ、逆だったこれ。ナイス。あれ、ちょっと届かん、届かないことはないんだけどな。あ、待って、あいつやっぱあんのかな、なんか映らないやつ。え、あのスナイパー映ってなくない？わかんない、このゲームバグの可能性はあるけど、それともたまたまなんか映んなかったのか、バグで検知できないのか、パークなのか、どっちなんだろう。あれ、これはスキャン、どうだろう。あれ、やばい、やっぱ映ってないんじゃないか、あいつ。僕のスキャンにカメラマン無効化されてる感じがするんだけど。いやいや、映るか、わかんない、どうだろう、気のせいか。あとちょっと、オッケー、ハープ出た。そっか、もうこんなあとちょびっとだったら、じっとして UAV とかカメラのポイントでたまるのを待った方がいいな。はいはい、ハープ出たんで一旦突っ込みますよ。あ、え、これハープ落とされたんじゃない、あれコストで。あれ、もうハープないんだけど、なんだこの敵。なんかありとあらゆるもの対策されてる気がする。これもう時代についていけなくなったかも、カメラマン。あ、そんなことない、そんなことない、まだまだ戦える、まだ稼げる、まだ稼ぐ。これ敵の空爆だよね。あ、敵の空爆か。エリアにずっと空爆をしてんのか今。はい、いいよ、頑張れ頑張れ。すごいな、これぞ戦場カメラマン。裏裏です。ハープ出たよ。オッケー。こっからは俺の距離だ。よし。まだ来るね、まだ来るね。だんだん。まだハープよく見れば大丈夫。これ大きいフラグ。はいはいはい。いや、さすがに同じ場所でとどまりすぎたかな。まあでもハープ出てるよね。多分さっきのハープさ、一瞬で壊された、一瞬で消えたから、なんか壊された気がするんだよな。一応ね、スコストで敵のスコアストリーク全部壊すみたいなのがあったから、確か。
やべ、多すぎ。こっち逃げられるかな。1キル分ね、これで。よし、もう一回ハープだ、もう一回ハープこのクソみてえな戦い稼ぎ方で俺はまだ生きていくぞ。まだ食えるぜ。はい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 、ハープ出た、ハープ出ました。いや、いいよ。そこフラグあるよ。よしよしよし。でカウンター UAV で目つぶしておいて。やば、こっち向いてくんのか。オッケー。まだ湧くか。多すぎ。やばいやばい、多すぎ多すぎ。待って、後ろ湧いてる。うわ、もう無理だよ。はい、でもまだまだハープあるからね。ハープとカウンター UAV と UAV ポイントでめっちゃアシストポイントで多分一瞬でたまる。これもう一回カウンター、もう一回カウンター。まだ稼ぐ。はい、すごい。あ、みんな黄色いポイント見てて。今595でしょ、今ので。有料迷彩、謎のポイントが。謎のポイントが。謎のポイントで給料がめっちゃ増えてる。俺、税務署からなんか来るで、これ。あれ？あ、ハープ。あ、ハープ出た、ハープ出た。これは、何の収入ですかって言われちゃうよね、これ。あ、これいいな。ハープ、5回ぐらい出したかな。5、6回ハープ出したけど、なんだろう、なんかハープ弱くなってる。なんだろう、これスコアいくつ。 14,650 635。これも皆さん使ってはダメですよ。はい。